ランドグリーズ決戦。10月7日、ギルランダイオ要塞をガリア軍が攻略。帝国軍の司令官セルベリア・ブレス大佐はガリア軍の捕虜となった。同日、南東部の国境を越えて帝国軍の陸上戦艦マーモットが侵入。さらに翌10月8日、ギルランダイオ要塞は突如大爆発を起こし、ガリア軍主力部隊は要塞もろとも跡形もなく消滅した。目撃者の証言によると、要塞の塔から無数の青い光が放たれ、その輝きが要塞を包み爆発したという。俺さんがわざわざここまで来たのは他でもない。最高と最低、2つの伝達事項があるからだ。何でしょうか？最高の方はネームレスの全隊員に懲罰恩赦が出たってことだ。全員に恩赦がですか？そうだ、ネームレスは正規軍所属に復帰するのみならず、懲罰部隊ではなく正規軍の通常部隊として扱われることになった。ナンバー故障は廃止だ。行動も軍の記録に残される。懲罰も軍規通りに与えられ、隊員の退役も任意に可能となる。ネームレスではなくなるということですか？さあ、お前さんは達成した。ネームレスから這い上がるという目標だ。そうですか。最初に考えていたのとはまるで違う道のりでした。おい、もう少し喜べよ。この結果は隊員たちと共に勝ち取ったものですから、後で一緒に喜びます。その言葉、出会った頃のお前さんに聞かせてみたいぜ。キャンディー屋が儲かりますね、間違いなく。キャンディーを噛むあれが変な癖だな、まったく。なお、手続きの都合上、引き続き諜報部の直属部隊ということになる。制服はそのまま、上官も俺さんのままだ。喜んでいいぞ。それが最低の伝達事項ですか？へえ、だったらよかったんだけどな。帝国軍の巨大陸上戦艦がランドグリーズへ向かって接近中だ。陸上戦艦？軍艦が地上を走ってると想像すればいい。そんな巨大な物体が地上を走る、実物を見るまでは信じられません。そりゃそうだろうよ。だがこいつの足がまた速くてな。もうランドグリーズに到着した頃だ。早い。そんなことが可能なのですか？そこで正規軍部隊となったお前さんたちの初仕事だ。首都ランドグリーズを奪還してくれ。知っての通り、ガリア軍の主力部隊はギルランダイオ要塞で謎の大爆発に巻き込まれ全滅した。残っているのはわずかな各地の守備隊と一部義勇軍、そしてお前さんたちだけだ。勝て、いいな。はっ。ダハウ隊やグスルグもまだ健在のはずだ。この状況では彼らも無視できない。どう動いてくる？断る。本当にいいの？ボルジア様に伝えるわよ。ランドグリーズを爆破するなど私にはできん。エヒドナの動力炉を暴走させてやればランドグリーズぐらい簡単に吹き飛ばせるわよ。簡単だと？成功すればあんたたちの夢、ダルクス人独立自治区の建設を認めるとボルジア様は言っているわ。おいしい話だと思うけどね。できぬ相談だ。はっ、自信ないんだ。確かに、アイスラーとマクシミリアンをまとめて消す妙案だ。だが
ランドグリーズに住む罪なきダルクス人同胞を殺すことはできない。その程度の犠牲を嫌がってるわけ？その程度？同胞の命は軽いものではない。独立自治区建設は夢、実現すべき理想だ。だからこそ罪なき同胞の犠牲の上に立ててはならないのだ。同胞を大量虐殺して手に入れた独立に誰が希望を持つのか。ことあらば体制のためと平気で民を殺す指導者を誰が支持する。私は独立という結果が欲しいだけではない、独立を続けたいのだ。世界中のダルクス人の心に希望の火を灯し、その火を消さないためにな。ご立派な思想だけど、断ればボルジア様とは手を切ることになるわよ。残念だがそうなる。アイスラーが自白すればユグド教団は彼を処断する。追放か、あるいは暗殺だろう。これまでの働きは水の泡になるのよ。やむを得ぬ。マクシミリアンの配下として出直す。独立は遠のくが理想は捨てぬ。今後も戦い続けていく。全ダルクス人の幸福のため、その姿勢を貫くことも私の使命だ。そう、さてどうしようかしらね。ボルジア様が失脚したら私も困るし。本当にやるのね？そうだ、ランドグリーズ爆破は俺がやる。ボルジアには成功後の独立自治区建設を確約してもらった。まさかあの用心深いボルジア様が直接あんたと会うとは思わなかったけど。彼も必死なのさ。アイスラーを消さなければ破滅するんだからな。俺のようなものでも使えるなら使おうということなんだろう。まあそうだと思ったからあんたをボルジア様に紹介したんだけどね。で、取り継いだ私が言うのも変だけど、できるのかしらあんたに。できるかじゃない、やるんだ。アイスラーさえ殺せばボルジアは失脚しない。マクシミリアンが死ねば軍の大将をボルジアがすげ替えて戦争は継続だ。有能な将軍はもういない。無能な総司令官を置けばこの戦争はより泥沼化する。俺たちにとっても好都合だ。そして俺が手を汚すことでダハウはダルクス人の希望であり続けられる。ボルジアに独立支援を確約させ、あとはダハウに託して俺は消えればいい。あんた死ぬ気なの？理想実現のためなら俺の命ぐらい安いもんだ。すでに俺の考えは隊員たちに伝えた。賛同者だけを連れていく。そう、これでようやくあんたの顔も見納めなのね。
私はボルジア様のもとへ帰るわ。ここにいる意味ないからね。君は戻れないさ。は？何を言って。避けろ、リジア。死ぬ。あ、そこだ。何？何なの？なんで私が撃たれるわけ？ボルジアの放った刺客だろうな。そんなバカな！私はボルジア様を裏切ってないわ。口封じだ。ボルジアは君を通してこの舞台に指示してきた。君がユグド教団にボルジアのことを話せば彼はおしまいだ。そんな、私はずっとボルジア様のために。邪魔になれば消す。君だってそうするんじゃないのか？あんた、なんで私を助けたの？助けたわけじゃない。使えるから拾っただけさ。何よそれ。俺のために死ぬか、ここで俺に殺されるか、選べ。何ですって？どうせ死ぬなら俺の役に立ってから死んでくれないか。とんだ悪党だわ。あんたみたいな最低な男は初めてよ。そいつはどう思う？やだ、ゾクゾク来た。理想がどうのとうるさいあんたは大嫌いだったけど、何よ、結局のところは私の同類じゃない。そうね、私があんたの立場だったら同じようにしたでしょうね。今のあんた、銃を向ける前よりも好きよ。最低野郎だけどね。どうしたの？銃を下ろしなさいよ。返事をまだ聞いていない。バカね、私がここで死ぬとでも？答えなんて最初から一つじゃない。好きにしなさいよ。すぐに出発する。準備をしろ。どこへでも行く準備はできているわ。私の戦車どこ？その従順さ、演技じゃないだろうな。演技かどうか今から試してみる。いいだろう。Thank you.
Thank you.
なんで最後まで頑張っちゃったのよ、私。全部あいつが悪いのよ。もう少し早く、あいつを理解できていれば、何か変わったのかな。頑張りなよ、最低男。先に行く。何だったんだ、最後の一人までもが抵抗してくるなんて。それだけ先の部隊を進ませたかったに違いない。クルト、巨大戦車を追いましょう。ああ、みんなカラミティを追うぞ。ランドグリーズにはすでにマーモットがおらず、ガリア軍もほぼいない。ボルジアはアイスラーを優先して殺せと言っていた。成功は確実だな。マクシミリアンが残り、アイスラーが死ぬ。それも悪くないか。エヒドナの動力炉、暴走を開始させました。臨界まであと1時間です。あとはこのまま時が来るのを待つだけだな。警戒は厳重にしろ。何があるかわからんぞ。はっ。報告、通用門にネームレスが到着。突っ込んできます。リディアが言ったか、彼女がくれた時間、無駄にはできんな。各員、戦闘配置につき、しばしまで。ここで決着だ。あいつの顔ぐらい見ておいてやるさ。いたわ、カラミティよ。やらせない。陸上戦艦はいないのか。ならば待ってくると、誰か来るわ。グズルグか。間に合ったか、クルト。狙いは何だ、グズルグ。交渉しに来たんじゃない、最後に顔を見ておこうと思ってな。最後、自爆でもする気か。そうだ、ランドグリーズは俺の墓場となる。エヒドナの動力炉は暴走を開始している。逃げるなら今のうちだぞ。市民を巻き込むつもりか。ダルクス人だって住んでいるというのに。理想のためなら何を犠牲にしてもいいと考えているのか。俺の幸福に必要なのは理想の実現、それだけだ。君は間違っている。俺が理想に忠実なのは君の影響でもある。変わったな、クルト。変わったわけじゃない、知っただけだ。俺は一人で高みを目指していた。だがどこまで上を見ても俺の探し求めていたものはなかった。この舞台での戦いを通して俺が求めるものは、前や後ろ、隣に立つ仲間たち、共に生きる者との間にあることを知った。うん、グスルグ、お前の幸福は、理想はどこにある。それがお前だけのものだとしたら、実現しても虚しいだけだ。それを教えてくれたのは、グスルグ、お前でもあるんだぞ。そうか、クルト、君はそれでいい。だがダルクス人はそれだけではダメなんだ。誰かが手を汚し、世界中から憎まれてでも、誰かが理想を貫かなければダルクス人は何も変わらない。それを俺に教えたのは、この戦争とネームレスだ。何？帝国軍という共通の敵をもってしても、ダルクス人を取り巻く環境は何も変わらなかった。それを変えるためなら
俺は史上最悪の大罪でさえ背負ってみせる。グスルグ、俺が正しいなどとは言わん。だが正しき者のために道を作らせてもらう。勝負だ、来るぞ。グスルグ、君は俺が止める。エヒドナが止まったか。だが俺はまだ負け認めん。クズルグ、クルッと。喋るな、今出してやる。なぜ俺を。君の戦いは終わったんだ、クズルグ。そうか、君と出会い俺は自分の生き方を見つけた。俺が俺であるために最高を求めた結果だ。悔いはない。分かっている。最後まで勝てなかったな。悪いな、俺には勝利の女神がついている。俺の女神は少々口が悪いからな。俺が死んでも理想は死なん。頼むぞ、ダハウ。グスルグ、安らかに眠れ、友よ。グスルグ、さよなら。最後まで理想のために戦い抜いたんだ、悔いはないだろう。違う。イムカ、彼の理想も私の復讐も同じだ。死んでやり遂げても誰かを犠牲にしてもいけない。お前、誰かが死ねば誰かが悲しむ。敵でも味方でもダルクス人であろうと、悲しみを生まぬ死などない。そう、自分だけ生き残っても自分を犠牲にしても、どっちも誰かが悲しむことになるのね。敵を撃つことも同じよ。どんな理由があったって、戦争なんてただの殺し合いなんだから、さっさと終わらせないといけないのよ。それでもこの大陸の戦火は広がっていくばかりだわ。いつまで続くのかしら、悲しみの連鎖というのは。死の悲しみは誰かが背負い、その重さに苦しむ。大人も子供も例外はない。私が背負ってきた悲しみの重さ、それと同じような悲しみを背負う者がたくさん生まれた。この戦争で、私の手で、その事実から逃げてはいけない。絶対に。422部隊は再び首都の危機を救った。彼らが戦友との対決を終えた頃、陸上戦艦マーモットも破壊されていた。英雄ウェルキン・ギュンターとその部隊を光とするならば、クルト・アービングの部隊はまさしく影である。歴史に光と影がある。そのいずれかのみでなる歴史は存在しない。それを我々は記
憶に留め置くべきだろう。